崎です。今回は今年の4月で開館20周年を迎えた長崎市科学館についてご紹介いただきます。高木美穂子さん、そして渡辺愛子さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私もたまに子供を連れて行くんですけれども、今年で開館20周年なんですね。はい、平成9年の4月26日に科学館は開館しまして、ちょうど20周年を迎えました。そうですか。はい、でこの20年で293万人のお客様に来館をいただいております。はい、科学館は展示室があったり、あとはプラネタリウム、天体の望遠鏡で、実験室や工作室などがありまして、それぞれ科学について楽しく学べる施設となっています。平成22年の4月からは指定管理者となりまして、長崎ダイヤモンドスタッフの株式会社が運営をしております。そうですか。はい、で名誉館長には長崎県出身のテレビキャスター草野仁さんが務めています。あの有名な草野さんが名誉館長なんですよね。はい、たまにはいらっしゃるんですか？そうですね、年に何回か。そうですか。はい、いただいてます。忙しい方ですからね。はい、うん、いや会いたいですね、館長がいらっしゃる時に。うん、はい、ね、はい、ではですね、改めて科学館がどんな施設なのか高木さんに詳しくご紹介いただこうと思います。はい、お願いします。はい、まず1階になるんですけれども、1階には実験室と工作室があります。ここでは科学教室や工作教室などを行っています。でまた2階なんですけれども、2階は学習室という部屋になります。特別展や企画展などを開催する部屋となっています。科学は4階建てなんですか？うん、4階になります。はい、2階にはプラネタリウムもありますよね。うん、はい、2階はプラネタリウムありますけれども、スペースシアターという部屋になります。はいはい、こちらは平成26年にリニューアルしまして、最も先進的なプラネタリウムとして投影できる星の数が世界一となっています。世界一ですもんね。うん、はい、で約1億4000万個の星を映し出すことができるケイロン2という機械になるんですけれども、こちら天の川もリアルに見ることができます。うん、でまたよりもっと小さな星を見たいという方ですと、双眼鏡を持ってきていただければ見ることできるので。はい、双眼鏡持ち込んでもいいんですか？持ち込み可能です。あ、そうですか。はい、でこちらの解説員による星空の解説もありますので、楽しく星の解説を聞くことができるのではないかなと思います。はい、はい、でまた会場内なんですけれども、バリアフリーにも対応しておりますので、車椅子の方もお楽しみいただけるようになっています。はい、今出てますね、昇降式の車椅子リフトがあったり、あとは耳の不自由な方のために補聴器があったり、あとはスロープですね、あったり手すりなどもありますので、足の不自由な方もご来館いただけます。しっかり完備されてますね。はい、やっぱ日常を忘れてゆったりとした時間が過ごせますよね。うん、そうですね、ぜひ。はい、いいですよね。うん、はい、プラネタリウムは1日最大6回投影を行っています。およそ15分間の長崎の星空解説と、およそ30分間の星にまつわる番組投影の2部構成で、現在投影されている番組はご覧の通りです。土日祝日はアニメも、ね、うん、上映してるんですものね。はい、料金はご覧の通りです。この他にもですね、大人も楽しめる夜のプラネタリウムのイベントもあるんですよね。はい、毎月第2第4土曜日にナイトプラネタリウムを開催しております。今月は24日土曜日になりますが、シッシーチーと二個演奏による七夕コンサートを開催します。料金はご覧の通りとなっております。カップル割もありますので、ぜひご参加ください。はい、雰囲気ありそうでいいですね。うん、でただこちらなんですけれども、事前の申し込みが必要となっておりますので、電話での申し込みの方をお願いいたします。はい、そして2階の説明が今終わって、うん、次3階には何がありますか？はい、3階は常設の展示室となっております。常設の展示室。うん、はい、長崎の自然、生きている地球、広がる宇宙という3つのテーマで あるんですけれども、はいはい、こちらその他にも長崎県内で見つかった恐竜の化石であったり、あとは月や太陽の模型があります。うん、でまた体験型としまして、宇宙船アドベンチャー号という乗り物があったり、あとは地震体験ステージで、またファンタジーシアターという体験しながら科学について学べますという場所もありますので、はい、でその他、はい、展示室内なんですけれども、面白実験コーナーや面白工作コーナーなどもありますので、ちょっと時間等決まってますけれども、ぜひホームページなどで問い合わせください。
本当いろいろありますね、はい、高木さんの面白実験コーナーで私が以前行った時バラの花を凍らせて、うん、バラ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 ってやるのをされてました、はいはい、すごいご説明上手でありがとうございます。一生懸命子供と見ましたよ。ありがとうございます。さあそして一番上の階4階には何がありますか。はいはい、4階は天文台になりまして第一天文台と第二天文台があります。第一天文台は3月に新しくなりまして大型の天体望遠鏡を完備しております、はいはい、こちら暗い星も見ることができますのでぜひ皆さんで見に来てください。でまた新たに50インチの大型のモニターも備え付けておりますので望遠鏡を見るだけではなくこの画面を通して今見えている星などを観察することもできますので、はい、ぜひ遊びに来てください。これ一度は行ってみたいなと思ってるんですよ、うん、ぜひ、はい、これ無料なんですもんね。はい、毎週土曜日の夜には夜間天体観望会を行っています。天体望遠鏡で月や惑星、季節の星座、星団を観察することができます。観察する場所は外ですかね。外もありますし、 あとは室内でも見ることが今のその大型の望遠鏡を使って見ることもできますので、はい、これからの季節は過ごしやすいので見やすいでしょうね、自由研究なんかにもぜひお願いします、はい、参加は無料です。直接会場へお越しください。さあそして続いてはですねこれから科学館で開催されるイベントを紹介していただきましょう。ここからは渡辺さんですが、はい、手に持っていらっしゃるのは、はい、もしかしてこれはスライムです。スライムですね、はい、明日16日土曜日18日日曜日にスライム祭りみんなスライムでスマイルを開催します。今回は宇宙をテーマにしたスライムを作ります、うん、宇宙クイズもあるのでぜひ挑戦してみてください。もうこれは子どもたちに大人気のイベントですもんね、はい、そうですね。宇宙がテーマっていうことなんですけれども、はい、もしかしてその今手に持っていらっしゃるスライムは、はい、地球を表してこう色そうですねみたいですね、はいはい、青と緑で地球をイメージしてみました、はい、洗濯のりと放射を使って誰でも気軽に作れますのでぜひご参加ください、はい、このぐちょぐちょのスライムをこのカプセルに入れて、はい、こうやって振るんで吸ってすると丸い地球になります。本当だ、うん、ちょっと微妙です。もうちょっと振ったらなるかもしれない。もうちょっと振ると丸くなります、ね、ずっと振ってるんですよね、はい、まん丸にするために楽しそうですね、はい。さあそして、このスライム祭りは3階展示室と2階ロビーで開催されます。展示室のチケットを購入の上参加してください。そしてもう一つ楽しい教室があります、ね、はい、6月24日土曜日25日日曜日に特別科学教室科学工作を楽しもうを開催します。科学館で人気のある工作をして楽しく科学と触れ合います。身近なものでできる工作なのでぜひチャレンジしてみてください。はい、例えばどんな工作ができるんですかというと、はい、ちょっと見せていただいていいですか。はい、それは何ですか。これは段ボール貯金箱です。貯金箱ですか。はい、こういったキットをいただけるってことですか。はい、そうです。無料で作れます。簡単にできるんですね。はい、簡単にできます、はい、それからふわふわアマゾンフィッシュという飛ばして遊べる工作です、はい、ふわふわアマゾンフィッシュ飛ばすんですか。はい、飛ばして遊びます、はい、そして紙コップでスルスル虫、紙コップでスルスル虫です、はい、ちょっとやってみます、うん、はい、お願いします。あららら、あ、本当だ上がっていくんですね、はい、上がったり下がったり、はい、上がったり下がったりこれも作ることができるんですか、はい、ですできこれも無料、はい、全て参加は無料です。いいですね。さあそして今年の夏は私これ5年前取材に行かせてもらったんですが、はい、5年ぶりにあのイベントがあるんですよね。はい、そうです、はい、7月15日土曜日から9月18日月曜日まで大アマゾン展を開催します。アマゾンに生息するさまざまな魚や巨大な昆虫などを展示します。日本初公開の珍しい生き物たちもやってきます、うん、いやもうこれ本当楽しいのでぜひ行ってほしいなと思うんですが、はい、ちょっとスタジオに持ってきていただいたんですよ、はい、その大アマゾン展に出てくるこれは何ですか、はい、これは、アマゾンに生息するベルツノガエルの名前はつぶまろと言います。あ、そうですか、はい、すごい存在感
実は前回アマゾン展を開催した時に展示されていたのですが、名前を来場者の皆さんから募集してつけてもらいました。はい、でアマゾン展が終了してからもつぶまろは科学館に残ってですね、今では科学館のアイドルとして愛されています。5年前からいるんですね、はい、つぶまろ。へえ、何ガエル？ベルツノガエル、うん、はあ、い、珍しい。もうアマゾンにしか生きていないっていうカエルなんですよね。すごいじっとして首だけね動いてますけど、何食べるんですか？冷凍したマウスとか、あと生きたコオロギを食べます。そうです。冷凍したマウス、はい、売ってあります。どれぐらいの大きさですか？これくらいの小さい一口サイズ、ね、一口サイズのネズミを食べるんですか？はい、パクッとパクッと。うわ、ちょっとその瞬間も見てみたい気がしますが、はい、普段はどこに展示されてるんですか？はい、普段は2階の、階段のところにいますので。階段のところ、はい、そうですか。このつぶまろのような日本では見られない面白い生き物がやってくる大アマゾン展が夏休みですね、7月15日土曜日から9月18日月曜祝日まで2階の学習室で開催されます。入場料はご覧の通りです。さあ、そしてですね、広報長崎6月号の6ページにこういった市民割引券がついているそうです。これを持っていけば100円引きになるんですよね、はい、ぜひご利用ください。ただしこれ有効期限が7月末までとなっておりますので、ご注意いただきましょう。はい、さあ、そして同時開催で企画展もあるそうです。はい、3階の展示室では7月15日土曜日から9月3日日曜日までムシムシ展&ダンボール遊園地を開催します。ムシムシ展では昆虫たちと直接触れ合うことができます。大人気のカブトムシたちを、触ることができますので、ぜひ触りに来てください。ダンボール遊園地ではダンボールで作ったいろいろな遊具で遊べます。はい、この夏もイベント目白押しですね、はい、それでは最後にお二人からテレビをご覧の皆様一言ずつお願いします。はい、まずは高木さん。はい、本日は施設の紹介と、あとはイベントの紹介をさせていただきましたが、科学館では出前サイエンス教室を行っています。私たちが直接幼稚園、保育園、小学校に出向いて科学について楽しく学んでいただけるよう工作や実験をしています。ぜひ詳しくは科学館の方まで問い合わせをください。そして渡辺さんもお願いします。はい、今日お伝えした情報は今月号、6月号の広報長崎に載っています。ぜひこちらもご覧ください。はい、載ってるんですね。はい、ではですね、長崎市科学館についての連絡先お知らせしておきます。詳しくは電話 095-842-0505 までお願いいたします。今回の知っとく長崎はおめでとうございます。今年の春で20周年を迎えたという長崎市科学館の話題をたっぷりとお届けしました。ここまでは高木さん、そして渡辺さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。